9日放送の日本テレビ系情報番組、ポン、毎週月曜から木曜10時25分から11時30分まで、で、7日に、11時間にわたって生放送された同局系大型音楽特番、ザ・ミュージック・デー、を特集。青木源太アナの出演アーティストへのインタビューも放送された。青木源太アナ青木アナはカトゥーンの亀梨和也、上田竜也、中丸雄一へのインタビューで、たっちゃんの考える今のカトゥーンらしさとは、と質問。上田は、ミュージックデーをやらせてもらうと大体炎が出るんですけど、縁が似合うようなグループ、と答えた。また、リアルフェイス、歌唱時に亀梨が披露した舌打ちについて、青木アナが別の仕事で見逃してしまったと残念がると、亀梨はカメラに背を向けて青木アナ一人のために、ち、と舌打ち。青木アナはフラッとよろめいて、私の脳内ハードディスクに最高画質で保存させていた。書きました。と感激し、スタジオでも、もう膝がくぶるでした、と振り返った。青木アナは8日に自身のツイッターで、今日は、1日かけて、ミュージックデーの応援確認をしました。もちろん、ひさしちゃんの舌打ちは、鬼リピしました。いやはや、税金を取られても不思議ではないくらいの、かっこよさであります。と亀梨の舌打ちについて綴っていた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。